こんにちは、J1BJT です。2024年6月10日月曜日午後5時です。夕方のチャイム今鳴ってるんですけども、少しだけね、雑談でお話ししようと思います。先週少しだけ移動運用に行ったんですけども、移動運用に行ってるだけでですね、帰ってきて動画の編集する時間がほとんど取れてないので、動画がね、上げられてません。ちょっとね、先週やってきたことをね、少しお話ししようと思います。で、ポーターをね、よくやってたんですけども、先週行ったのは、まず6月4日にこれ4箇所あるんですけども、1つはね、ツーファーなんで、2つ同じ公園なんですけどね、東高根森林公園というところがあってね、ここに行きましたと。家の近所ですね。で、ついでに、桜丘公園に行って、桜丘公園は多摩丘陵自然公園とツーファーなんでね、同じ形でね、数字の同じ更新数でね、ログが上がってます。で、さらにおまけで、府中の森公園ですね。府中の森公園ってとこに行ってきました。ここは都立の公園なんですけども、駐車場がね、普通の有料駐車場で、駐車場から運用するっていうんでね、これちょっとね、3つ公園を回ったっていうのはね、車載で回りました。6月4日ですね。で、6月の7日、金曜日の午後に、祖師ヶ谷公園と六花公衆園ですね。これ世田谷区にある公園ですけども、これ自転車でね、2箇所回ってきました。祖師ヶ谷公園と六花公園。で、その次で土曜日ですね。土曜日は6月8日ですけども、5つ、これも自転車でね、回ってきました。ということになってます。このあたりね、ちょっとね、位置関係をね、マイアクトでね、示そうと思うんですけども、うちはですね、まあ、この砧公園っていうのが一番近い世田谷区なんですけども、ここにね、よく行ってることが多いです。多摩川を渡ると、東高根森林公園っていうね、川崎市で唯一のポーターの公園があるんですけども、それ以外はね、ポーターの対象に全くなってないです。あと、横浜も、公園ね、ないんですね。横浜市営ばっかりなんでね、ないんですね。これはポーターのね、残念なところなんですけども、横浜市とか川崎市とかっていうね、大きい政令指定都市の公園は、ポーターの対象公園にはね、今のところなっていないのでね、こんな形になってます。ものすごく偏った、この、マップになってると思います。で、ここでですね、こうちょっとこう、大きくして剥がしますけども、通常行っている砧公園。で、ここで、東高根。で、東高根森林公園からだと、こちら側ね、全く公園がね、ないみたいになってるんですけども、ここにね、生田緑地があったり、あと、こちらの多摩川の川っぷりはですね、川崎市全部ここ、全域ですね、ところどころは違うところあるんですけども、下流から上流ここまでですね、ずっと多摩川緑地っていうね、緑地公園っていう大きな公園がね、ずっと続いてるような状態になってます。まあ、そういったところはね、ポーターの対象ではないので、右岸、川のですね、右岸、は、桜川湖公園まで行かないとね、ないんですね。東京都多摩市まで行かないとない。なので、4日はね、ここに行って、ここに行って、まあ、せっかくここまで来たんでね、ついでにってことで、この府中の森公園まで行ってきました。で、府中の森公園は駐車場があるんですけども、浅間山公園っていうのは、ここにはね、駐車場がないんでね、ここをね、ついでに行くってことはね、できませんでした。そんなところからですね、普段あんまり行ってないんですけども、たまにはね、自分の家のすぐ近くだけじゃなくて、まあ、同じ区内なんで近いんですけども、祖師ヶ谷公園と六花公衆園ね、これ金曜日に行ってみました。祖師ヶ谷公園はね、結構その、なんですかね、普通の人が行くには、場所がね、あんまりこう交通の便が良くないのでね、あんまりアクティベートされることがないんですね。なのでね、ここで久しぶりにやって、ついでに六花公衆園でやって、で、本当はね、そのまま、こっち行きたかったんですけども、夕方になっちゃったんでね、一回帰っちゃいました。で、本当は土曜日やる予定なかったんですけども、土曜日はですね、こっち杉並方面に行ってみようということで、ここですね、和田堀公園、善福寺川緑地、で、高井戸公園、井の頭恩賜公園、で、最後に、神代植物公園ってね、5箇所ね、回ってみました。そんなことをやってたっていう状態です。で、このあたりですね、難しいのが、今 LOTW っていうのがね、落ちてるっていうのは知ってますよね。AWRL のサイトにね、多分出てくるとは思うんですけども、
はい、出ましたね。この AWRA のシステムサービスディスラプションっていうのがあって、ここにね、最新の情報は6月6日付に出てるんですけども、こんな風にね、書いてますね。はい。これも例によってね、ざっと見ておきますけども、日本語に翻訳するとこんな感じになりますと。まあいろいろね、難しいことなんですけども、AWRL のネットワークですね。ちょっとね、やっぱね、やられたっぽいんですね。攻撃をされていて、で、このあたりでですね、まあいろいろあるんですけども、サイバーアタックされている状態なんでね、あまりこの手の内も明かせない状態で、どうやってね、ユーザーさんに知らせるかっていうところでね、苦慮されてるんじゃないかなと思うんですけどもね、少しずつ復旧してるってことなんじゃないかなと思います。ここに書いてますね。はい、AWRA は悪意のある国際サイバーグループによる高度なネットワーク攻撃の、犠牲になりましたと。で、FBI もね、インボルブした形で第三者の専門家と調査を行ってますと。で、これはね、ものすごくね、難しいことが起きてるんだろうなと。重要なインシデントっていうね、言い方してたと思うんですけどもね、インシデントっていうね、結構、ちょっとこう、回りくどいような感じの言い方なんですけども、システム屋さん的な感じで言うとね、ちょっとまずいかなっていう雰囲気だけはね、出てたと思います。まあ、LTW についてはね、もうちょっと待たなきゃいけないのかなと思うんですけども、その代わりってわけじゃないんですけども、LTW が使えないときはですね、EQSL を使ってるわけですよ、EQSL。EQSL ね。はい、ちょっと入りますけども、こうやって増えてます。はい、僕がこの、名前を自分でね、こうやってつけてね、公園の番号とかつけてるんですけども、これがね、1、2、3、4、5、ここまでが、土曜日ですね、1、2、3、4、5、で金曜日1、2、2つの公園で、火曜日の4日が、まあ、1、2、3、4と、こう移動運用するたびに、公園をね、この日付でね、全部管理されてるんでね、この何月何日の何時から何時までっていう形で、一つずつアカウントが追加される形になります。僕は J1BJT というコールサインだけでやってるんですけどもね、今はね、ポータブルバーンとかつけてないんですけども、まあ、こんな形で、ね、移動をやって、まあ、家に帰ってきて家で運用すると、家のところでまたこういうね、やって、また移動やって、帰ってきて、また自分の常駐場所のね、アカウントを作るっていうね、こんな感じになってます。ここで見ようかな。1306、東高根森林公園、ここですね。ここをね、ちょっとね、ログインしてみましょうか。ここいちいちね、こんな風に出るんですけども、僕はブロンズメンバーという形になってます。ここにね、EQSL のね、カードデザインがあるんですけどもね、こんな形でやってますと。ポータ JP1306 東高根森林公園っていうのはね、こういうカードをですね、カードの画像データを自分で1枚作って、ここにアップロードする形でね、こんな形でやってます。ちなみに他のものを見ようとするとですね、これとまた変わるんですけども、ここでね、こういうふうにやって、マイアカウントってところでずっとやるとね、ここ出てくるんですけども、ここにずっと一覧が出てきて、これがね、東高根ですね。次のここですね。ここにログインすると。新しい別のアカウントなんでね。で、これで、EQSL を見るとどうなってるかっていうのがあるんですけども、これ自分でね、こんな形でやってますと。これはどこかっていうと、JP1266 桜ヶ丘公園なんですけども、桜ヶ丘公園の上の駐車場でね、車の屋根の上に、モビフォを立ててるっていう写真をね、まあ、この時の QSL の画像データにしていたりします。まあ、こんなことを1枚ずつやっていかなきゃいけないんでね、結構大変なんですけども、で、次の時どうなってるかっていうと、またこうやってね、アカウントのところから別のところで見なきゃいけないんですけども、これで、こう府中の森ですね、これ府中の森行ったの実は初めてなんですけども、これを見るとどうなってるかっていうと、まあ、こんな感じですね。写真撮り忘れたんで、車の中からね、アクションカムで撮っていた画像で、駐車場の入り口のところですね、スナップショット的に切り抜いてね、適当にやってます。なかなかね、ちょっとこの辺りがね、うまく字が見えづらい感じですけどね、こんな風な
ものをやっていたりします。 JP1241 はここにありますね。はい、こんな形になりますと。で、これは、はい、祖師ヶ谷プリフェクチャルパーク。これ、地面にね、こういう無線機とマックを置いて、後ろに、こういうアンテナを立ててやったっていうね、この写真で使ってます。これじゃあ、もう一個どうなってるかっていうと、その次に行ったのは、はい、こっちですね。こちらの方でログインして、はい、こんな感じですと。はい、これ、ろ過公衆園ですけど、隣に東京ガスの大きなガスタンクがあるんでね、ガスタンクのある公園みたいな感じでね、なってるんですけど、こういうのを作ったりしていました。で、あとは、土曜日に行ったのはね、和田堀公園が JP1258 ですか。和田堀公園はどうなってるかというと、JP1258 個ですね。はい、ここですね。はい、こんな感じです。これ、和田堀公園。その次が、JP1239。JP1239。はい、これが、1929ですね、これね。1929が高井戸公園。1239。どこだ ?1239 ありました。1239。はい、1239が入ってましたね。はい、こんな感じですね。こんな感じでやって。あとは、どこだ ?1260。これが、井の頭で、最後が、新大植物公園、どこだ ?1927 ですかね。これですかね。はい、まあ、こんな風な感じになっていて、まあ、こんな感じでね、QSL カードのデータを、まあ、一つずつ作ったりしてるわけですよ。で、これね、難しいのはね、EQSL って横幅がね、528ドットとかね、なんか特殊なサイズなんで、まあ、写真を撮ってきたものをリサイズして、まあ、それを貼り付けて、まあ、自分の場合はね、古いフォトショップが動く、古い Mac にね、残っている古いフォトショップで、ちょっとね、加工してやってますけども、最近使い方を思い出したんでね、画像をね、少し色、暗めにして、白地がね、浮き出るような形でやってたりします。まあ、こんな風なね、ものをいちいちやってるんですけども、EQSL はこういう処理をですね、このカードのデザインを変えて送れるっていうのが楽しいっていう人にはね、たまらないとは思うんですけども、その管理がですね、アカウントが一つ一つね、別のものをね、作んなきゃいけないと。しかも同じ公園に行ったとしても日付で管理されちゃってるんで、同じ公園に3回行っても、そうすると3回別のアカウントを作んなきゃいけないって形なんですよね。このね、作業がね、結構大変なんでね、 EQSL はちょっと実際にはね、ポーターでやるには辛いんじゃないかなって気はしています。で、自分の場合はこれでね、サーバーが遅いってもそうなんですけども、ものすごく遅いので、一つ一つ処理をしてもすぐにはね、オンラインで反映されないんですよ。で、それを待つのに1分とか1分半とか待たないと反映されないし、2回か3回アクセスしてね、リフレッシュかけても、まあ、こっちにうまくデータが出てこないみたいなことがね、よくある話なんでね、結構大変なんですけども、一応ね、今のところはまだ頑張ってやってます。で、これを J1BJT じゃなくて、J1BJT のポータブル1にするとかね、ポータブル P にして管理するって人もいると思うんですけども、それはそれでね、移動したものだけでね、別にできるので、例えばこうやってね、僕の場合、自宅のあって移動して、っていうね、この自宅があって移動して自宅があってっていうの、自宅がたくさん増えるってことはなくなるとは思うんですけども、FT8 って、ポータブル版とかってつけるとうまく動かなくなっちゃうので使いたくないとかね、いろんな理由があって、まあ、僕は全部 J1BJT でポーターは運用している形になってたりします。まあ、その話はまた別にしたいと思うんですけどね、そんな感じでやっております。で、このマイアクティベーションでね、出ているこういうものなんですけども、当然ですね、ほとんどがデータでやっています。 FT8 が最近多いです。
CW できてるのは、これはあの土曜日に行ったのはね、実行審だけしかできてないんですけどもね、これは実行審やったっていうのは夕方に近くなってたんで飛ぶのでできましたって話ですね。この芦花甲子園も、祖師ヶ谷はできなかった、祖師ヶ谷でやったのかな、祖師ヶ谷もちょっとやったのか。で、芦花甲子園に行って、まあ、12甲子園できたってね、これ、カーボンロッド、カーボン釣り竿でやってますけども、夕方で若干飛んでくれればね、CW にできるんですけども、CW 飛ばなければデータのみっていう形になってしまいます。で、土曜日は午前中とかね、午後早い時間はやっぱりうまくね、電波が飛んでなかったので、データの FT8 でもね、結構大変だったっていうのはね、正直なところです。それでも、まあ、なんていうんですかね、少しでもね、まあ、行った方がいいだろうということでね、行ってみました。自宅の近くはね、こんな感じでしか回れていません。ここに何もないんでね、ちょっとね、行く気はしないんですけどね。これもね、逆の意味でね、ちょっとね、行く気がしないエリアなんですけどね。まあ、そのうちね、自転車で行くかもしれないです。そんなところでしょうか。ということで、今日は雑談ベースでね、先週ちょこっと移動に行ってたんですけども、動画のデータの素材的にはですね、200GB を超えるぐらい録画してあるんですけども、全く編集が追いつかないんで、そういう動画がね、出せません、すいませんでしたっていう話です。この後ね、編集する時間が取れるかどうかわかんないんでね、お蔵入りになっちゃうかもしれないんですけども、もしできたら、まあ、出そうと思いますんでね、よかったら見てやってください。ではでは、そんなことで。J1BJT でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。